はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうじでございます。春のり様、ヘスラー様、三浦様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日は2回目の抗がん剤から2日目ということで、非常に全身だるい、腹痛というのがありまして、動画短くですね、しか撮れないような感じで、かったる、あと点滴刺した腕に穴が開いてしまいました。抗がん剤ってなんかわかりますでしょうか、こんな穴開いちゃってんですけど、わかんねえか、こうか、わかんないですね。ここら辺っすか。いででででででで、なんか全体に腕全体が赤くなっちゃってですね、まあ傷んでおると。私も動物病院で何度か犬に抗がん剤、猫にはやったことあるな、点滴したんでわかるんですけれども、点滴のちょっと漏れるとですね、血管すごく痛んで穴開いちゃうんですよ。私も穴開いてしまいました。2箇所、あと穴開きそうなのがさらに2箇所あるなという感じであります。高市早苗政調会長らは中国の人権侵害非難決議案を臨時国会で採択するよう茂木幹事長に求めたが、今はタイミングではないと拒否された。政調会長の提案が幹事長に拒否されるのは異例だそうであります。これは茂木さん、岸田政権の意向なんだろうな、きっとな、多分なんですけど、ネットの反応です。シェイシェイ茂木入ります。茂木どうかしてる、情けない、それ以外の言葉が見つからん、ならどんなタイミングがいいのか説明しろ、北京五輪前にやらないと意味ないぞ、これに反対している議員の氏名を公表してほしいというような、皆様不満、怒りが先走っておりました。産経ではですね、もうちょっと詳しく書いてあってですね、北京五輪外交ボイコットの内容を発表してからでないとっていうことらしいんですね。それが内容はいいんだけど、外交ボイコットが本決まりになってそれ発表してから出ないと非難決議出せないっていうことらしいんですけど、なんでそうなっか全然わかんないですよ。私には納得できないんですよね。なんなの、だからなんなのって話で、別に単発で非難決議スパーって出して何が不都合なんだかさっぱりわかんねえんだよな。大方ですね、茂木さんの古巣のね、外務省の事務手続きとかなんとか、しゃーもない理由で、不都合だ、タイミング悪いとか、ほざいてんじゃねえだろうな、もうちょっと怒り、まあそうだとは思うんですけど、そうなんだな、きっとな。だって意味わかんないもん。外交ボイコットの内容発表してくれないと、なんで？どうして？なんでそうなの？全く納得できないですもんね。G7 でですね、ウイグルの非難決議してないの、日本だけですからね。遅きに逸してんのに、さらにタイミング測るって、何やってんだ、この寝ぼけ内閣が、という話なんですけど、米英仏独以下、へたれが、あぎれてるよ、きっと。他の国らしい国はさ、あぎれてるよ、きっと。除血、小野田参議も不満をツイートしておりました。これ、このようにですね、本当に、タイミングなんか見てたらいつまでも決議なんてできないですよ。悔しいです。とですね、ツイートしてらっしゃいました。本当だよね。タイミングもクソもねっつーの。日本だけ、出してないんだよ、まだ。他のさ、先進諸国。何やってんだって話。全くだよね。兵は拙速を尊ぶって言葉知らねえのかな。これはですね、雑でも、何でも、ちょっと
完璧でなくても早い方がいいだわ兵隊はっていう話なんですけどね。小野田さんに一応ですね、茂木派だそうなんですけど、大丈夫ですかね。そんなね、茂木が悪者になってることで不満表明しちゃって、小野田さんに大丈夫かなーなんて思いますんですけど、まあ茂木派内で小野田さんにがいじめられたら、我々がいじめたやつ100倍返ししましょうね。帝国は我々に永遠の奮戦を望んでいます。これはアニメのですね、幼女戦記っていうアニメありまして、その中で幼女が自分の部下を鼓舞する言葉なんですけど、まあ帝国、その中では帝国なんですけど、今世界中に帝国って日本しかないじゃないですか。だって皇帝陛下って呼ばれる人が天皇陛下だけなんだから。私もちょっと肺がんやって自分の死を意識するようになりまして、まあ我々はいつか必ずいずれ死にますよね。明日かもしんないし50年先かもしんないですけど、そしたら私104か、そこまでは生きてないな。まあ死ぬってわけ、我々は必ず、でも帝国は永遠ですから、帝国のためにやった我々の行いも帝国の一部として永遠になります。ですので、帝国は我々に忠誠を望む永遠の、そのまま我々もいい帝国の一部となって永遠になれるというようなことを最近つらつら考えておりました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。